キングストン、キングストンは、カナダのオンタリオ州南東部の都市で、オンタリオ湖の北岸、セントローレンス川とリドウウンガの起点に位置する。サウザンドアイランズが始まる起点でもあり、周遊クルーズの起点としても知られる。ライムストーン、石灰岩を使った建物が多くあることから、ライムストーンシティ、ライムストーンシティとも呼ばれる。この地域には、古くから、 先住民族のミッシャガ族の一派である、カタラクイ族、キャターキ、キャタラクウェイが居住していた。1673年に、フランス人総督フロンテナックによって、ケガワ易所賞及び要塞、ホートフロンテナック、ホートフランティンクが開かれた。その後、七年戦争、フレンチ・インディアン戦争の終盤の1758年、 コートフロンテナックの戦いでこの鳥ではイギリス軍に滅ぼされた。アメリカ独立戦争の余波を受け、イギリス側に忠誠を表明した人々がアメリカから難民として解放されてきた受け入れ地として、18世紀末までにキングストンは成長した。1812年の米英戦争では、キングストンはイギリス海軍五大湖艦隊オンタリオ湖分艦隊の基地となり、 オンタリオこの政界圏をめぐって、アメリカ海軍と争った。戦後は、離島運河の起点を守るため、特徴のある円形砲台を含む、ホートヘンリー、ホートヘンリーを建造。これは現在でも観光で訪問できる。1832年、離島運河の完成後は、運河のオンタリオ湖側起点として、軍事上、経済上の重要地点となる。 1838年に調整施行され、アッパーカナダでは最大の町となる。1846年には市政施行された。キングストンはカナダの首都候補の一つであった。1841年から1844年の間、短期間であったが、実際にカナダの首都であった。1841年6月13日には、 最初のカナダ議会が開催された。初代首相のジョン・エイ・マクドナルドの出身地でもあった。その後カナダにとっての当時の仮想敵国であった、アメリカに近すぎるという理由のため、首都機能はオタワに移された。19世紀後半から20世紀初期には、キングストンは造船及び機関車製造の拠点として発展。それらの重工業はその後次第に消滅し、現在では、 クイーンズ大学をはじめとする教育機関、軍事関係、その他のサービス業がこの町の中心的産業となった。キングストンの経済は公共部門に大きく依存している。主な産業部門は、ヘルスケア、教育、政府関連、軍事施設及び刑務所を含む、観光、文化、製造業、研究開発である。キングストンの20世紀における主な雇用種であった、 カナダ蒸気会社及びデイビスドライドック、デイビスドライドックはすでに閉鎖してかなり経つが、元アルキャンと元デュポンの工場については大幅に縮小して、現在も創業中である。キングストンの大規模な雇用主は、下記の通り、キングストンエコノミックデベロップメントコーポレーションの2004年の報告書、ザ・20ラージスト・インペロイヤーズ・イン・キングストンによる、 カナダ軍キングストン基地、CFB キングストンには、カナダ軍通信電子学院、CFS、カナディアンフォーセススクールオブコミュニケーションズエレクトロニクス、軍事通信訓練センターが設置されている。市内中心地の東部に位置し、居住地域、バイミー、ビミー及び、業務地域、マクノートン、マクノートンで構成されている。アメリカ合衆国との国境近く、 セントローレンス川の古代湖からの流源という戦略的な場所にある。ホートフロンテナック、フロンテナックトリデとして1673年に設置されて以来大変重要な軍事拠点とされている。1876年にカナダ王立軍事大学ロイヤルミリタリーカレッジオブカナダが設置され、キングストンの戦略的な位置づけがさらに強化された。 マクノートン地域には広い森が広がっており、その一部に基地随一の余裕施設、ギャリソンゴルフカーリングクラブもある。キングストンにはカナダ最大の連邦構成施設が集中している。キングストン周辺の9施設のうち7施設が市内に位置する。ミルヘイブン共生施設、ミルヘイブンインスティチューション、最重警備とバス共生施設、バスインスティチューション、 最低警備は、近隣のバス村、バスに位置する。2000年まではカナダ唯一の女子刑務所、P4W、プリズンフォーイメインもキングストンにあった。1995年にルイーズ・アーバー、ルイーズ・アーバーが、キングストン女子刑務所での事件庁委員会、コミッション・オブ・インクワイアリー・イントゥ・サーティン・イベンツ、アット・ザ・プリズンフォーイメイン・キングストンの委員長に任命され、発表された。 報告書の結果、2000年に閉鎖となった。米英戦争やカナダの連邦政府創設などのカナダ早々期の歴史を偲ぶ様々な史跡及び観光名所が点在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。